ケーニギ銀ルイゼはドイツの蒸気フェリー。ハンブルクアメリカラインによってハンブルクとオランダ間で運行された。第一次世界大戦勃発によりドイツ海軍に徴用され特設機雷布設艦となった。1914年8月5日に戦没。ケーニギ銀ルイゼはフルカンシュテッティンで1913年に寄港。名称はプロイセン王妃。ウォーヒ ルイーゼ・フォン・メクレンブルク・シュトレーリッツにちナム。1913年5月8日に浸水した。1914年8月3日に、ドイツ海軍により徴用され、機雷200個を搭載する特設機雷付設艦となった。ケイニギン・ルイゼは、ハリッチとフック・ファン・ホランドとの間で運行されていた、クレート・イースタン鉄道の船に偽装し、1914年8月4日に、エムデンから出撃した。 ビーヤマン艦長は、テムズ川川口沖に機雷を布設するよう命じられていた。ケニギン・ルイゼは夜のうちに機雷布設を完了した。だが、漁船に発見されていた。8月5日朝早く、イギリス軍、ハリッチ部隊の偵察寿命艦、アンフィオンと第三駆逐軍の駆逐艦が出撃し、ヘリゴラントバイトの方へ向かった。その途中で漁船から、 何かを海に投げ込んでいる、正体不明の船を見かけたという情報を得た。そこで、アンフィオンと駆逐艦は調査に向かった。そして、10時25分に、ケーニギン・ルイゼを発見し、駆逐艦ランスとランドレールが調査に向かった。ケーニギン・ルイゼは最大速度で逃走し、雨の中に逃げ込んだ。そして、そこでも、機雷不説を行った。 ランスとランドレールは追跡し、ランスが砲撃を開始した。続いてアンフィオンも接近し、砲撃を開始した。ケイニギン・ルイゼは中立海域へ逃げ込もうとしたが、正確で激しい砲撃を受け艦長は、自沈を命じた。ケイニギン・ルイゼは転覆し12時22分に沈没した。乗員100名中46名が、イギリス軍艦艇によって救助された。 ケイニギン・ルイゼは第一次世界大戦で最初に失われたドイツ海軍艦艇となった。ケイニギン・ルイゼ沈没後も紹介を続け、港に戻る途中にアンフィオンはケイニギン・ルイゼの布設した嫌い腹に入った。8月6日6時45分と7時3分にアンフィオンは植来し、沈没した。ありがとうございます。